スウェーデン人民党は、少数のスウェーデン語話者を、支持基盤とするフィンランドの政党。自由主義インターナショナル及び、欧州自由民主改革党に加盟。現在の党首は、アンナマヤ・ヘンリクソン。2016年からの党首アンナマヤ・ヘンリクソン1906年に、設立されたフィンランド最古の政党の一つである。 フィンランドの全人口のうち約5.5%を占めるスウェーデン語話者を支持基盤としているため、国内のスウェーデン語話者の減少に伴い支持も前言。1907年には議会選挙で12%の得票率を獲得したのを最高として、第二次世界大戦後には7%、2003年及び2007年の議会選挙では4.5%の得票率を得るに止まった。 エルスクンタでは、少数政党の一つとされるにもかかわらず、ウルホ結婚年が大統領に選出された1956年以来、社会民主党及び中央党などからなる、第一次、ラファエル・パーシオ政権を除き、すべての連立内閣に参画してきた。しかし、2015年に誕生したユハシ・ピラ、政権においては参画せず、約50年ぶりに野党となった。 スウェーデン語がフィンランドにおける公用語の片方であることから、その保護と強化を主たる東ゼとする。党の支持者は、スウェーデン語が話される、沿岸部の漁師や農民、環境保護に関心がある左派の中流知識人、リベラルな無党派層などである。パーザオマレイシラハーヤトティ、ヤセニアトゥーリーオビスタ JA イクノイスタコポーレイティ2015年8月16日。 閲覧 AB パーティーズエレクションスインヨーロッパボルフラムノードシークハットポピュレーションスタティスティックスフィンランド2015年8月16日閲覧ありがとうございます